始まってまいりました。ゴールデンウィーク一発目、たまにはオープニングでも流しながら、あ、何をする、何をする、アンダーテールをするんです。さあ、仲間も増えていますか、これ今。いや、前回からここの5年は立ってない、かなりないですね。クモちゃんもいないのか、まだ。あ、そういえば、よっしゃ、マフェットちゃんでしたっけ、クモのマフェットちゃん。はい、うん、マフェットちゃん終わって、あれ、なんかメタドンのボムの処理もしましたよね。そうだ、結構前の話なのよね、はい、なんだか ね何を隠そうね、1週間くらいやってないよね。そうなんですよ、うん、じゃあ今日が忙しすぎて、うん、レフト3でしたっけ、レフト3だっけ、まあ間違ってもいいさ、行ってみよう。いよいよ、はい、なんかあの奥に見えてたまがまがしい建物の方に、あ、そうだ、なんか魔王城にね、あ、向かうんですよね。ここだ、マフェットちゃんがいない、あ、そろそろか、あ、この人はドーナツを買った人、じゃあライト3ですかね。うん、いや、でもこの先に行けばいいってことでしょ。あ、そうでしたっけ、うん、とりあえずもう一回戦うことはないだろう、それは確かに、うん、あれ、本当にこっちから行きます。いや、違うな。違うな。ごめんなさい、逆ですかね。そうだね。記憶がもうね。これ取れんのかな。あっちじゃないですか。クモの巣の方取れるんじゃないですか。あ、取るつか買う。あ、買うだけか。はい、うわ、買えないよ。高いままだ。高いままだわ。主戦度だ、本当に。うん、なんかクモって主戦度っていうなんか歴史でもあるの。そういうわけじゃないでしょ。そういうわけじゃないんじゃないですか。そうだよね。はい、主戦度といえばね。テイルズ・オブ・ディスニーのそうなんですか、ルーティー・カトレットという人が主戦道という噂は、僕、あの、キリマルが出てきます、ね、わかります、うん、忍たま乱太郎、驚愕の、はい、彼は驚いたまま、ね、俺の名前を覚えていたっていうのかい。俺もあんたのことを忘れないぜ。いいやつだ、いいやつですよね。あー、来ました、ここでしたね。そうだ、ここだ、で、上に行こうっつって、はい、セーブポイントなかったらどうするみたいなのも話したんだ。そうでした。お、どっち、右、左、先、どっち、ちょっと待ってくださいね。え、一回下戻ってもらっていいですか。いいよ。ということは、これ左は何でしたっけ。これマフェットちゃんじゃん。あ、ほら、あ、ここでメタトノさんがなんかあの、そうかそうか、あれだよ、 FF6 のあのセリスみたいな、はい、あの劇場クリンドゲー。さっきからわかんねえ。FF もテイルも。なるほど。この右の手紙と左のサッツ軍、どっちを先に行こう。じゃあ右から。すい、もしもし、誰ですか、ねえねえ、うわー、怖い。怖いよ、なんか読まれた気が。怖い、やっぱりなんか話すような気がしたんだよ。右上の怪しい路地に入ってみて、お買い得商品が揃っているよ。矢印入ってますね。お、ほんとだ。まあその前に、もしもし、よ、公園行くんだって。そうです。その前においらと飯でも食わないか。あー、ぜひぜひ。よし、じゃああんたのおごりな。うん、まあおごれる範囲ならね。おこっちだよ、おいら近道知ってんだ。本当に、まさか、だってここすぐ扉、ここ扉、ね、そこの店は何だ。うえ、ほら、もう着いた。すごい。さてと、あんたの旅もそろそろ終わりか。コンパートで終わっちゃう。よっぽど家に帰りたいんだな。あったかい布団が待ってるだろうな。まあ気持ちはわからなくもないぜ。そうだろう。お、目を横にクイッてやって、あ、正面だ。でもな、与えられたもんを受け入れて生きてくってのも悪くないぜ。ここには食いもんもあるし、友達だっている。そうね。そんなにまでして帰る意味あんのか。いや、どうなんだろう、難しいね。なんか悲しげな曲です。うん、うん、あ、初めて目をつぶった。まぶたあったんですか。いや、やっぱり忘れてくれ。まぶた、おいらはあんたを応援してるぜ。まぶたあった、ありがとう。飯はなあ、はい、面白い話してやるよ。お、君の思うはもうすでに白いけど。たたーん。おいらスノーフルの俺で警備員してるだろ。そういえばそんな設定あったね。人間が来ないか見張ってるだけだから毎日暇でさ。ああ、そうか。でも俺のずっと奥に、うん、鍵のかかったでかいドアがありましたね。うん、入れなかった場所。うん、サンズくんがほら、うん、まあ、ショーンは全く覚えてないみたいですけど、全然ポカーンって感じの、はい、あるんだね。でかい動画って、これがギャグの練習にぴったりなんだ。全然話の方向性がわかんない。
ある日、そのドアをお客さんの代わりにしてなるほどね、あドアをね新作ギャグを練習してたらさ、あ確かに面白そうな話になってきた突然ドアの向こうから何おばさんの声で突っ込み入れられたんだよ怖い何言うとりまんねんってさだからすかさず返したね、もう適応力が高い、ピン芸人に突っ込むやつがあるかいなってさそしたらツッコミに突っ込むやつがあるかいなって返されて、ああそもそもボケてへんわって言ってやったら、ああギャグだけど、そのおばさん大笑いし始めてさ、結構窓のすぐそこにいるんだね今世紀最高のギャグでも聞いたみたいな勢いで、だからオイラどんどんギャグを連発した。オイラのネタであんなに笑ってくれた人初めてだったよ。よかったじゃない。そしたらそのおばさんが、私も一つギャグを言っていいか、あごめんなさい、このドアって、うん、出てきたドアですか、自分が、あの遺跡のドア、カバおばちゃんのこと、はい、ああそうね、ちょっと勘違いしてたかもしれないです、ね、あそこ、そうかそうか、落ちた人は絶対あそこに行ってあそこの扉を通らないと来れないという意味ね、というドアかもしれないですね、はい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 、っていうから、おお、カタツムリおばさんのどうぞって答えたらさ、うん、ねえ不思議だと思わないって言うんだ、ま、だ話の方向性がまだ、何がって聞いたら、ほうこんなに近くで話しているのに遠くなんてってビビったねこのゲーム面白いなこれ日本語訳すごいですね、アメリカでもそういうこと言ったの、違うね、ドアと遠いってロングってロング多分違う意味だよね、アウェイ、ね、なんですかね、すごいよ、なんか文献でもあんの、ギャグの文献とかすごいねプロおばさんただものじゃないって思ったよ、いやただものじゃないよ、いやすごい、その後はもう何時間もギャグ合戦さ、お楽しそうだ、そうかメモにいっぱい書いてましたよね、書いてたねノートかでもおいらが帰る時間になっちゃって、ケビンの仕事もあるしね、ファビレスが寝る前に本を読んでやらないとできないからさ、あいついくつだそしたらまたいつでもいらっしゃいって言われたんだ、おだからおいらその後も何度もそこへ出かけていって、うん、ドア越しにギャグを披露するようになった、お最高だろ、そのギャグを一個聞かせてほしいけどね確かにサンズくんのもね、うん、あ遠い目、うん、でもある日おばさんがあんまり笑ってくれなくなってさ、君のせいじゃない、逆のさえが逆のさえどんどんどうしたのって聞いたらよくわかんないこと言われたんだ、うん、もしこのドアから人間が出てくることがあったら、うん、一つ約束してほしいの、おうどうかその人間を守ってあげてって、おうおいら約束すんのって好きじゃないんだ、どうして、しかも相手は名前も知らないおばさんだぜ、絆はあるだろ、だけどお、まぶたあった、寒い逆でこんなに笑ってくれる人に頼まれたら、お地獄が寒い逆だ、寒い逆って自分で分かっててやってるってすごいですね嫌だなんて言えないだろ、ウインクパチーン、片方でもできるつまりどういうことか分かるか、ハリウくんを守ってくれるってことでしょ、おばさんとの約束、うん、あれがなかったらあんた今頃どうなってたと思う、え裏で根回ししてくれてたんですか、もしかして俺実力でここまで来たと思ってたよそう、お前は今頃とっくに死んでいた、白目黒目あんそんな顔すんな、こっちのセリフだ確かに、からかっただけだ本当？よかった、それにおいら、うん、あんたのことちゃんと守ってやっただろ、あそんな気はするよ、なんとなく、おかげで、うん、あんた一度も死ななかったじゃないか、そうね、この世界線ではどうしたそんな顔していやいや、おいらなんか間違ったこと言ってるか、言ってません、遠い目、うん、間がまた絶妙ですねうん、観葉植物？ま、話はそんだけだ。ご飯は？じゃ、気ぃつけてな。うん。あんたのこと大事に思ってくれてる人がいるからさ。人？うん。
人型、人型もね。お、こっち見んな。ほら、ハリューの旅ももう終わりですか。そうですね。お、有名人のコメント、サインが並んでいる。衝撃のうまさ、芳醇な香り、僕の顔は絶品。絶品。ラーメンイケメンってこと？そうですね。ラーメンつけ麺、僕イケメン。あ、全部メタトンだ。メタトンか。お、親戚ですか？ファイヤーフレームくんの。そう、なんだろう、あの真ん中の黒い点の4つは何なんだろうね。目力が、体の点が。通信中。レストランに来たけど予約するのを忘れたことに気づいてさ、恥ずかしいから済ました顔でそのまま入ってきちゃった。で、仕方ないからこの葉っぱについた水を舐めてるのさ。つながりが、鉢植えの植物。あ、このね、あ、メタトンじゃない。おお、なんかなかなか逆に勇気があるよね。葉っぱの水を舐めの方が恥ずかしいじゃん。ね、お、すごい、オーガみたいな人がいる。本当だ、強そうだ。もともとは人間の侵略を阻むためにパズルを作り始めたんだけど、今じゃ複雑な建物を作ること自体がしきたりになっちゃって、3歩進めばパズルに当たる。困ったもんだよ。あの変な床とか、この人がやってくれたのかな。工事みたいな。僕はコアの作業員。コアの中はいろんなパーツが組み合わさってできていて、レイヤーと自由に組み替えられるんだ。いやー、しかし今日は楽しかったな。僕パズル大好き。好きな人もいますよね。戦ったこいつとは。つまんない漫才師の方だ。私漫才師で今日は営業に来ておりますね。おかげさまで人気もんでして、ただうちのせがれはな、おとんみたいにお笑いやる言うとりますけども、あいつのネタおもないんですわ。寒いダジャレばっかり言うとりましてな、もう親としては恥ずかしゅうて恥ずかしゅうて。ははははは、笑えまへんがな。おかんが死んででも、ん？死んでもて、それ以来家におるのが耐えられへん言うて、そんでせがれは家を出てしもたんです。それきり会うてへん。長いな、わし父親失格ですわ。はは、笑えまへんかな。これ戦ったのも息子ですよね、きっとね。息子と戦ったのか。はい、なんか親父を見返すみたいなこと言ってたんで。そうか。はい。うわ、なんだろうこれ。人これ。人？いや、モンスターかこれ。オニオンさん。壁画かと思った。オニオンさんの親戚？受付ですか、レストランの。本当に壁画に見えないこれ、怖っ。そんな感じなんだ。ジャバズハットかな。はい、出まーす。わー、にっこりメタトンが噴水ビューン。ひどいことしますね。とりあえずセーブしましょう。はい、ホテルの落ち着いた雰囲気に決意がみなぎった。落ち着いた雰囲気の後にちゃんとね、てんてんてんっていうリーダーが、3点リーダーがあるのがいいですね。絶対落ち着かねえだろ、こんなもん。全部だな、漏れ。なんだろう、星くん、星くん、よりしろくんみたいな感じ。メタトロンホテルなんだ。ここはもともとアパートでしたが、今はホテルです。ご宿泊の方も、またまだここの住人の方も、おお、これくれよ、おくつろぎください。ただの通りすがりですって。何？ではごゆっくりお通りすがりください。お通りすがりください。難しい日本語ですね。ね。先に右に行きますか。ちょっとこれ買い物したい。確かアイテムないよね、俺も。はい。うわー！せーの。はーい！いらっしゃいませー！両方真ん中読みましたね。そうね。猫と、はい、ワニ。この、なるほど。いらっしゃいませー。確かに、あ、本当、なるほどっぽい。前も同じこと言いましたから、ね、同じセリフを僕たちは二人について。私、アリゲッティ。私、ギャッティ。この子は親友の、この子は親友のギャッティ。怖っ、怖っ。このゲーム怖いよ。商品について、じゃあ僕らの方が仲いいと見せつけましょう。よし、そこのホテルで売ってるものって。マジ高すぎ、無理。でも、うちらが見つけてきたものはマジ激安やばい。だからてか普通全部買うっしょー。はぁー。何この、ニュー、あ、ね、黄色ね。まあ先にメタトンについていきますか。メタトン、どうなんですかね、実際のところ。メタトン、マジ激ヤバー。目がハートになってる、好きなんだ。てかメタトンは、私の嫁、嫁。あ、やっぱりね。あっちの方だったんですね。やっぱりそうなんだ。うちら、二人ともメタトンの嫁。
メタドンがまだ気づいてないだけ。お最後にぶっこんできたな。アルフィ、アルフィ知ってんすかね。こっちアルフィ。アルフィ、まあ、うちらの姉ちゃんみたいな感じだったし、つってもゴミ捨て場とかに連れてきてくれただけだけど、でもいいゴミが見つかる場所を教えてくれたよね。アルフィの好きだったよね。でもそのうち王室の研究者になって、そうそう、その後は全然会ってない。全部黄色。じゃあもう一応上から、はい、商品はどこで仕入れるの。ゴミ捨て場てか、武器とか食べ物とかあるとこっつったらゴミ捨て場がありえないし。うわー、もうこういうゴミだし、やばい。怖いな。こう猫ちゃんの左手がこうぐるぐる回るのか。招いてますね。メタトンは誰が作った、てか、メタトンってアルフィが作ったんでしょ。まあ、そう言われてるけどね。でも、メタトンはいつも俺は、俺のアイディアから生まれたんだぜみたいなノリで。それに、完成した直後からアルフィとはずっと前から友達でしたみたいなノリだし。でも、あの二人もう友達じゃないんだよね。でも私とアリゲッティはずっともだよ。どういうことなんだろう。あ、ニューの次はオールドってなってる。アルフィーは、はい、もう友達じゃない。なんか、ね、メタトンと仲悪いってこと。では王室の研究者アルフィーのことかな。アルフィーはずっとアズゴアのことめっちゃかっこいいって言ってて、だから絶対間違いないよね。メタトン作ったのはアズゴアに褒められたかったから。魂のあるロボットとか完全にアズゴアの趣味だし。で、メタトンを見たアズゴアはアルフィーを後ろに呼んで研究を任せることにしたわけ。でもその後アルフィーって何も発明してなくない。てか、アルフィー自体見かけなくない。多分ラボにこもりっぺなんじゃない。マジでちょっとロリア充した方がいいよね。ほんとそれ、うちら見たくそれ。まだ続く。すごい、あとまだ黄色がありますからね。また戻りますよ。これゴミ上から降ってくるんですかね。ゴミはどこで仕入れるかって、てかゴミショップに決まってるし。ゴミショップ、まあ大体はモーターベル。やばい。仲いいのか悪いのか分かんねえなこいつ。よし、モーターベル流されてくるのか。アズゴアってマジウケる。あ、ごめん、考えました。あずこはマジで。ゴミのあれを考えてた。考えてた。めっちゃいい人大好き。猫まっしぐら。もう。人間なんてサンサン。もうだい。猫大好き、フリスキー。さあ、宣伝終わったところで。買い物はできるんですかね。買い物しましょうか。ゴミを買うってことだよね。あ、ジャンクフード。かじった跡がある。ああ、空っぽのピストル。弾は別売り。これなんだ。誰かの家の鍵。ああ、あったよね。え、あそこにあったじゃん。スノーフですか。いや、幽霊の右の人の家。ああ、ここでし、開かなかったですね。欲しい。600高い。ジャンクフードしか買えねえ。今回復アイテム全然ないんじゃなかったっけ。ジャンクフード買うか。マフェットちゃんでおよそ全部使いましたよね。そうだ。そうだよ。はい。しかもやったー、これでセレブだし。めっちゃ招いてますよ。めちゃくちゃ招いてますね。あの、もうあと1個しか買えないですよ。あ、やべ、なんか売りますか、なんか。ん、え、あ、もうやはりねえねえ、グラマーバーガー買ってきて。でもメタトンがお尻にサインしてくれたら1000ゴールド払うべ。クソったりども。うん、ね、はい、確かにね。はーい、お疲れー。おつおつー。ありがとう、いいお店だったよ。じゃあちょっとお金が欲しいですね。そうですね。あの、何の戦闘ですか。戦闘で逃げまくるしかないですかね。戦う、とりあえずセーブしましょう。あそこだけでなんか5分10分くらいいた気がする。何この強そうなメンツ。じゃあ一旦ここで終わりましょうか。そうだね。じゃあ
ひとまず、また来週。おお来週も待たない。また明日。